はい、山口丸チャンネルです。今日はね、山口市に来ております。新山口駅の方から山口大学方面へ抜ける道の辺を走行しております。久々のね、飲食店紹介動画になるんですけど、ちょっとね、仕事の方がね、すごい忙しくてですね、取りためてはいるんですけども、ね、今編集してないのが40本ぐらい溜まってたりするんですよね。そして今日行くところは、左に入って富士グランとかミスターマックスさんがあるショッピングセンター内にあります。ショッピングセンターの入り口から左に入ったあたりですね、こちらです。横浜家系ラーメン14屋さんです。実はね、この時ね、キャンプの帰りでね、またね、いつもの先輩と一緒なんですよね。どうやらね、ここの店先輩仕事絡みで知ってるみたいなんですよね。はい、今日は家系ラーメンの14屋さんに伺おうと思います。まだ山口県内ね、家系ラーメンの店って言えばちらほらなんで、ちょっとね、どんな感じか楽しみですね。入ってすぐ券売機があるんですけど、セットメニューなんかもあるんですね。細麺と中太麺が選べるようです。結局私はね、満腹セットにしました。ご飯と唐揚げか餃子、どちらかが3つついてくる感じ。唐揚げでお好みの方はございます。最近 LINE でポイントが貯まるシステムのところ増えてきましたよね。そして味変してカスタムしようってことですかね。家系はライスでいただくものですもんね。あと細かい設定もできます。味変アイテムもしっかり充実していますね。そして玉ねぎはスタッフに言ったらいいんですね、入れれるみたい。そしてお冷やのピッチャーもしっかりあるので安心です。あれ、チャーハン頼んだつもりなかったんですけど、まあいいや、食べよう。チャーハン食べてなかったんよ。うん、なんで間違えたって感じになったよ。間違えたって感じになったよ。あ、多分ね。うん、はい、マジで食えるかな。なんとチャーハンサービスしてくれたみたいですね。食べれるかな。疲れ切った表情してますけど、しっかりした味付けでね、美味しかったですよ。はい、ラーメンの到着です。思いのほかね、色がクリーミーですね。ほうれん草もしっかり乗ってて、うずらの卵なんですかね。あとチャーシュー1枚と海苔が3枚かな。中太麺にしてみました。いや、俺じゃない。まずはスープどんなもんか飲んでみましょうね。うん、見た目通りクリーミーで濃厚ですね。家系はね、味付けが濃厚なんでご飯が進みますよね。家系ラーメンといっても店によって結構テイストが違うもんなんですね。ここはすごいクリーミーで豚骨みたいな感じなんですよね。最近ね、細麺よりね、この中太麺の方がね、スープがよく絡んで好きなんですよね。あ、まあ、まあ、ええもん、ちょっと入れて。はいはい。うん、豆板醤入れたらうまい。俺好きやね。もっと早く入れてればよかったですね。飲み干しちゃいましたね。できてよ、あれすぐ。残りの少ないスープまでごちそうさまでした。チャーハンも全部食べたよ。マルチャンネル